ここでは犯人が少年の場合について説明します。少年事件は捜査の結果犯罪の嫌疑があるものと認められるとき、犯罪の嫌疑は認められないが家庭裁判所の審理に付すべき事情があると考えられるときは家庭裁判所に送致されます。そして家庭裁判所が審判を開始する決定をすると審判が始まります。審判は少年の更生などの観点から非公開で行われます。もっとも被害者やご遺族などの方々の申し出があって裁判所が相当と認める場合、少年審判を傍聴したり家庭裁判所から審判期日における審判の状況説明を受けることができます。